はい、こんにちは、チャオカーレーです。今日ですね、ちょうど今帰ってきたんですけど、ペペロンチーノ、病院行ってきました。カメラマンわからない。なんか喋ってよ。いつも紹介を忘れるけど、はい、一生懸命撮ってるんでございます。ペペロンチーノ、ちょうどね、あの動物病院今行ってきて、ワクチンをね、1回目のワクチンをしてきました。うん、で、帰ってきたんでね、ここにいるね、ここにいますよ。ペペロン、かえりー。みんな折り越えて、全然ね、泣きませんでね。うん。ちっくんしてきたね、ちっくんね。ちっくんさんでした。でね、せっかくちょっとね、もうカゴに入れてるからね、このお耳のね、毛が伸びてきたんでね、綺麗に立つようにちょっとね、カットし、ついでにしようかなと思ってね。うん。ね、可愛くお耳ピコーンって立てればいいけどね。うん。で、健康診断もまあしてもらったんですけどね、まあ問題なかったですよ。ね。寝てたかな。寝てた、寝てた。車の中で。車酔いも今度置いてたからね。のみのみのみ。よし、じゃあペペ君、順番でペペ君のね、お耳をね、カットしていきます。バリカンでね。それでいきます。よしよし、はい、おりこ。軽くしてるんでしょ。うん。今寝てたけん、ちょうどおりこでいいかもしれない。寝起きでね。うん、ね、こう重たいとどうしてもね、立ちにくかったりするんでね。ペペ、お顔見せてごらん。で、ちょうどね、ご見学がね、始まります。今週末からね。第1号ペペくんでしょ、うん、ね、ペペくん。ちょうどペペロンチーノ。ペペロンチーノの順番でしょうかね。あ、やめて。ムーが会いにね、来られるんでね、可愛くしとこうね。開いた、ムーが撮影の邪魔する。もうご見学だね、早いね。ねえ、お目目もちょっと切っとくか。こうやってね、細かいお手入れがね、可愛さを保つ秘訣ですね。ペペペ君です。ペペ君、ペペだよ。やばい、ペペ君だよ。よし、次ロン君。ロン君、はいで、ロン君。ロン君です、ロン君。どんどん可愛くなっていきます。で、まあ今回はペペロンチーノだけど、ペペロンチーノたちの前のね、お兄ちゃんたち、ビートルズのさ、うんうん、まあビートルズ名でポール君、うん、今エル君だけどさ、うん、あの子は垂れ耳のままにしといてくださいって言われたから、うん、これしてないよね。そうそう、お耳ね、一切カットしなかったんですね、うちではね。でもさ、トリミング出したらさ、カットされてさ、バッチリ立ってるんよ、お耳が。ウケた、あれ。バッチリ立ちましたとか言われて。可愛かった、ね、まだ立ってるのかな、うん、ね。お利口だね。ロン君もね。お利口さん。ロン君も注射お利口だったね。え、ロン君だよ。ロン君だよ。ロン君だよ。可愛いもんね。いいよし。で、チー君。チー君おいで。チーノ。チーノです。チーノはね、注射されてる間も尻尾振り寄ったよ。この子ずっと尻尾振ってるもんね。振ってる。抱っこしてもずっと振ってるよね。ずっと振っててね。注射されてる間も尻尾振ってたよ。うん、ね、かわいい。かわいいって言われたね。病院でもね。尻尾振ってるって言われたね。なかなかいないですよ。注射されてる時にね。注射されてる時に尻尾振ってるって。物おじしない子ですよ。物おじしない。将来が楽しみですね。すごい人懐っこい子ですよね。うん、みんな人懐っこい。うん、このまま。かわいいね。みんな素直に育ってくれ。ちーくん。パンちゃんが見てる。何してるのかな。パンちゃん今までいなかったから心配してるよ、うん。ねえ、パンちゃん。よいしょしょしょ。パンちゃんも個性が強いからね。うん、すごいよ。
尻尾振ってる。そうやろ、うん、この子ずっと尻尾振ってるんや。振ってる振ってる。かわいいっちゃんね。ちいのくんをお迎えされるね、ご家族様、こんな子ですので。ね、伸びやかに、おおらかに育ててあげてください。ちいくんで終わったよ。ちいくん終わったよ。あ、もう覗き込み夜。こんな感じでね、ちょっとお耳、手を入れてあげるだけでね、立ちやすくなるからね。はい、はい。ペペくん、ドンくん、ちいくん。さあ、お部屋戻りますか。よいしょ。よいしょ。可愛い。可愛いですね。可愛すぎる。よし、終わり。ね、お部屋に戻ろう。はい、泣いて泣いて泣いて。泣いて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 。お帰り、お帰り。はい、ただいま。はい、パンちゃん、パンちゃん、はい、心配やったね。ごめん、ごめん、はい、心配やった、心配。お帰り、お帰り。ということでね、今日はね、ペペロンチーノのお耳の毛をカットするでした。ではでは。ではでは。よしよし。はいはい、はい、終わり。お帰り、お帰り。すごいね、パンちゃんも喜びが。激しいじゃん、パンちゃんの愛情表現が、ね。すごいすごい。はいはいはい、よしよし、はいですね。